ヤマハロボティクスホールディングスの中村です。それでは当社について少し説明させていただきます。当社はヤマハ発動機を親会社とし、半導体アート工程の事業拡大を目的に、新川、アピックヤマダ、PFA の3社を事業子会社として持つ会社として2019年に誕生しました。我々は最高のロボティクステクノロジーを結集し、お客様が描いた未来をより早く、より自由な方法で実現するための製品、サービスを提供しています。当社は SMT 市場と半導体アート工程市場をつなぎ、新たなワンストップスマートソリューションとして提供しています。これは表面実装機、産業用ロボットのヤマ発動機、ボンダーの新川、モールド装置のアピックヤマダ、そして各種自動技術のある PFA の各社技術を統合し、半導体アート工程におけるターンキープロバイダーとして、お客様の期待を超えるトータルでのソリューション提案、これを目指しております。ヤマハ発動機は SMT、 産業用ロボット、そして無人システムの開発販売をしております。株式会社新川は、ダイボンダー、ワイヤーボンダー、フリップチップボンダーといった半導体のアート工程装置を開発販売しております。そしてアピックヤマダは、半導体に使われる樹脂のモールディング装置、これらを開発販売しております。最後に株式会社 PFA は、半導体アート工程、カメラや水晶といった電子部品の組み立て機器の開発販売をしております。これら4つの会社事業体によって、我々はロボティクス技術を使った新たな価値創造、感動創造を提供し続けています。モーションリブの溝口です。それでは当社について少し説明させていただきます。モーションリブ株式会社は、慶応義塾大学理工学部で生まれたリアルハプティクスという独創的な技術を使って未来を作っている会社です。リアルハプティクスは、機械やロボットが人と同じように物の感触を感じ、相手に合わせて力加減ができるようになる技術。リアルハプティクスで実現できる4つのソリューションをご紹介。可視化・分析。力・位置・速度の情報を同期して取得することで、物の感触や物性を可視化することができる。遠隔操作。感触がそのまま伝わる遠隔操作を実現。危険な作業をより安全な場所から行うことが可能に。自動化。人が遠隔操作した動きをロボットに覚えさせ、瞬時に再現。 VR、AR シミュレーション。物の感触を瞬時にデータ化して仮想空間にマッピング。ハンドで触ると本当に触っているかのような感覚を得られる。モーションリブ株式会社では、リアルハプティクスのアルゴリズムを搭載した IC チップ ABC コアの製造販売を行っております。ABC コアには4つの特徴がありまして、1つ目が力加減の計測と制御ができる、2つ目が遠隔操作ができる、3つ目が力センサーを使わずに力を計測できる、4つ目が高い汎用性と拡張性を持っており、特殊なモーターやセンサーなく利用できるという点です。モーションリブ株式会社では、リアルハプティクス技術をさまざまな分野で具体的な応用ソリューションを作る共同研究開発をさまざまな企業と実施しております。こちらが、リアルハプティクスを使った遠隔操作の装置になります、はい、ここで発生した感触がそのままこちらで再現されるというもので。おお、いた、ありますね、はい、もうここにありますね、はい、これがこのリアルハプティクスで感触が再現されている状態です。本日はモーションリブさんのラボにお伺いし、リアルハプティクスという技術に触れました。感動するような技術だったので、久々にワクワクしています。モーションリブの溝口さんといろいろお話しさせていただきたいと思います。それでは溝口さん、よろしくお願いします。中村さん、よろしくお願いいたします。大企業とベンチャー企業の協業についてというところで始めたいなと思うんですけど、はい、まあ、今日みたいなこの大企業とベンチャーの接点というのがね、協業に対しては非常に重要かなと思うんですけど、そういった接点というのはどうやって生み出していたりします？
今日この装置ご体験いただいたんですけど、我々の技術はやはり触覚ですので、触っていただくことが非常に重要でして、展示会とかにこの装置を持って行って、で直接触っていただいて、そこから話を発展させるという形をよくやっています。百聞は一見にしかずってよく言うと思うんですけど、我々は百剣は一色にしかずと言っていて、やっぱりこれ触っていただくとこう感動が伝わるっていうのがあるかなと思っています。本日触らせていただいて、まさに感動というのを感じましたけど、我々特にヤマ発動機は感動創造企業ですので、すごいワオみたいな感覚っていうのは、まあ触ってみてなんぼというところで、そういう展示会とかいうのでぜひどんどん広げていったらいいなと。まあ、大企業とベンチャー企業の協業というところですけども、我々大企業が得意なのっていうのは事業化することなんですね。製販技の技術を持ってまして、販売もそれから量産化する製造力、それから、まあ、基本的なあるビジネスの技術力っていうのを持っています。ただ我々も先端技術開発をしてますけども、なかなか最先端の研究段階の技術っていうのは追いつくことができない、一社ではイノベーションを起こしきれないっていうところで、ベンチャー企業と協業するのが非常にいいなと。我々技術系ベンチャーということで、その大学の理工学部からスピンアウトした会社ですけれども、大学でいろんな学会に参加して最新技術に触れていたっていうのもありますし、ベンチャー企業を立ち上げてからも実は学会に参加してまして、で我々から発表したりとかも技術交流を結構国際的にしてまして、最新技術みたいなのは結構キャッチアップできてるかなと思うんですけれども、我々事業としては、その会社さんが製品を開発されるときに、こういうリアルハプティクスみたいな先進的な技術をソリューションという形でご提供して、で製品作って、で会社さんの方に事業化していただくという活動をしておりまして、共同研究という形で会社さんと進めるんですけれども、結構会社さん側からいい技術ができたので学会で発表したいですとか、特許出したいというお話いただいて、一緒にそういう活動をしてたりもします。そういう特許っていうのはその契約次第だと思いますけど、共同開発したら共同出願みたいになっていくんですか、それとも御社の技術の、まあ、強みの源泉だと思うので御社で持ってたりするんですか。我々は基本特許を持っておりまして、で会社さんとは製品の強みになるような特許、応用出願みたいな形で一緒に出させていただいています。製造業、ロボティクスのニーズが最近高まってますけども、製造業においてこのリアルハプティクスの応用の範囲っていうのはいろいろありそうなんですけど、私たちヤマハロボティクスでもその技術の伝承っていうのが問題になってるんですね。労働人口が減って、職人さんが、特に我々はアピックヤマダって会社でモールド用樹脂モールドの金型の成形っていうのをやってます。その最後の仕上げ1ミクロン削るみたいなところですとか、大きな装置の調整みたいなところを職人さんが、我々の工場でいうと神の手って呼んでるんですけど、神の手工程で、あの何々さんが調整しないとこれできないみたいな工程がまだ残ってるんですね。ただそういった方は高齢になってきて誰かに伝えなきゃいけないんですけど、伝えるのが上手ではない場合も結構あるんですね。感触を伝えれないというところで、この技術で応用したら、その神の手の伝承みたいなのに使えるんじゃないかなって直感的に思うんですけど、そういったニーズってありますか？そうですね、特に製造分野では人間がやっている工程を自動化したいというお話から、職人さんがリタイアされる前にデータを取得して残しておきたいというニーズもやはりございまして、今おっしゃってたみたいに、その言語化できない知識みたいなのをこういう技術を使うと抽出できるんじゃないかという試み結構やっています。どういう基準でその人間が判断をしてその作業をやっているかは、かなり解析を進めていかないと分かんないとは思うんですけど、データを取得することができればスキルごとデータ化はできるので、後から解析するみたいなこともおそらくできると思っています。で実際に我々と共同研究をして、そういう、熟練技能者の方のスキルを抽出してそれを使って自動化をしているような会社さんもいらっしゃいますので、作業によっては今の装置でもできるものがあると思います。なるほど。
データ化、デジタル化ですね、はい、今まさにコロナでね、その海外にお客様の工場があって、我々は頻繁にセットアップとかサポートに行かなきゃいけないんですけど、なかなか行くことができない、どうやってリモートでサポートするかってニーズが我々の半導体アート工程の設備でもいっぱい出てきてるんですよね。そういったリモートサポートみたいなのにもこちら非常に使えるんじゃないかなって思いました。その辺って結構取り組まれたりするんですか？遠隔化はやはりかなりニーズがあります。いろんな遠隔化がありまして、その近距離の遠隔化みたいなのも実は結構ニーズがあって、うん、隣の部屋でできると嬉しいみたいなのも実は結構あってですね。隣の部屋？はい、遠隔の距離的には10メートルぐらいなんですけど、例えばその食品加工の部屋で冷蔵庫みたいな部屋で作業されてる方とか結構いらっしゃって、それが隣の部屋の暖房が効いた部屋でできるだけでクオリティが大きく変わるみたいな話があったりですとか、今お話しされてたみたいにインターネットを使って遠隔から点検とかをやはりその技術者の方が直接触ってやられるっていうのを、今は出張で電車で移動しないとできなくて、しかも1回でできる場所が1日で2箇所3箇所とか移動が入るので、うん、ただそれが遠隔でインターネットつなげればできるってなると1日で10箇所できるようになるとか、そういったお話いただいたりします。そのリモートワークのまさにその象徴で、リモートは音声とか、ね、映像でリモートでつないで伝えるってとこですけど、そういう点検作業みたいなのもリモート化できるっていうポテンシャルがあるってことですよね。そうですね、うん、やはりその点検もその職人さんが判断をされるんですけど、そのいいか悪いかですとか、うん、どこに傷がついてるみたいな、その判断に足る情報をどう抽出してちゃんと伝えられるかっていうところで、まあ、こういう割と繊細な感触が伝えられる技術なのでカバーできるのかなと思っています、うん、傷のありなしまでわかるんですか？ものによると思いますけど、はい、これまでやった話だと10マイクロメートルみたいな傷とかを検知してデータ化するとかをやったこともあります。なんかこう爪で引っかくみたいな。そうですね、こうなぞるとその傷のところにデータ出るみたいな感じです。なるほど、もしかしたら我々のそのモールディング装置の金型成形に使えるかもしれないですね。最後の1ミクロンを削るってこう、まあ、ほとんど職人さんが手の感覚だけで削ってたりしますので、そういうところには非常に面白そうな技術だと思います。そのロボティクス業界の今は非常にニーズが高まってまして、それは労働人口の減少ですとか、グローバルでのものづくり競争の激化ってなみたいなことがありまして、工場の生産性を上げたり世界のグローバルでの競争に勝つためにいろんな自動化をしていこう、でロボティクスのニーズが非常に高まってると思います。一方でさらに従来のロボティクス技術、そのアクチュエーターで硬い制御、御社で言われるところの硬い制御、従来型の制御で非常に高効率で高生産性を高めるような自動化っていうのはこれまでもニーズがあって、これからもニーズがあるかなと思いますが、今さらに広がっているのってこう人とロボットがいかに共同で働くかっていう、今まで自動化が入りきれなかったところへの進出が始まってるかなと思いますけど、そういう人と共同の分野でのニーズについて溝口さんどう感じられてます？今ロボティクスにその期待されているところの多くがその人共同で、うん、社会的な課題でもその労働人口減るみたいな話があって、直接的に解決しようと思うと人の代わりに何かするとか人と一緒に何かするっていうのが絶対必要になってくると思いますので、工学の分野全体として目指すところはその人間に近いところで機械が動くようにする新たな技術を作らなきゃいけないということかなと思っています、うん、今かなり取り組まれているのはやはり有名なところで機械学習 で機械学習でかなりのところがカバーされてきているっていうのも事実だと思うんですけど、機械学習はその技術開発のベースとなっているのが最適化制御みたいなところで、うん、そのデータが取れていることが前提になっているような部分がかなり強いんですけど、人間と一緒にロボットが動こうと思うとロボットの周りの環境が未知のことがかなり多くて、
その未知のものに対してどれだけ対応できるかという能力をどうにかして開発しないと、社会がロボットに期待しているほどの機能が出せないじゃないかなと思っています。我々もリアルハプティクスだけで全てができるとは思ってはいないんですけど、こういう技術みたいにその対象物の情報を認識するですとか、うん、相手に合わせて動くとか、うん、習って動くとか、そういった機能は確実にロボットに必要になってくる技術だと思っておりまして、何年後何十年後にロボットがいっぱい社会で働くときに当たり前のように搭載されているような技術になればいいなと思って作ってます、うん、なるほど。その当たり前の技術になるためには何が必要かなってとこなんですけど、私よく思うのがその自動化のニーズって2種類あって、人の能力を超越するようなことができる、もしくは人と同じことを自動化して低コストで長く働けるみたいな2つのニーズとかやり方があるんですけど、後者の方っていうのはあんまり付加価値を認めてもらいにくいことがあって、ひたすら低コストなロボットを開発するって方向になったりするんですけど、前者の人のよりもうまくやるとか超越するみたいなアウトプットが出ると非常に付加価値高く認めてもらえて、かつものづくりの中での価値創造につながるかなと思うんですけど、リアルハプティクスとかでね、人よりもうまくできることとか、なんかそういう人超越能力みたいな可能性ってあります？さっきあの実験で体験いただいた通り、感触を増幅するっていう話もまさに、人間が触っても分かんないような繊細な感触をロボットは検知することができて、うん、でそれを人間が分かるところまで引き上げて伝えてあげる、まあ、感触の増幅ができるというのがあって、もともと我々この技術をその大学で開発したのは、医学部で手術を支援するためにこういう技術作れないかという話を私の恩師の先生がいただいたところから始まっているんですけども、人間の体の組織とかって結構脆いものが多いですので、増幅してあげることで優しく触るみたいなことができるようになります。でそういった面では人間よりも器用に動くとか繊細な加減ができるようにするっていうのは当然あると思います。今は力の増幅のお話しましたけど、位置の増幅をすることもできまして、位置を増幅するとまあ、パワーアシストじゃないですけど、手元で少し動くと作業する装置がいっぱい動くようなこともできるので、椅子の上からあまり動かなくても部屋中の作業ができるとか、でそれもこの力加減をしながらできるので、家具を壊さないように作業ができるとか、まあ、そういった使い方もできるんじゃないかなと思っています。展示会とかで技術者の方とお話をすると結構面白い話出てきたりするんですけど、こういう技術で大きな建設用の設備を作りましょう、うん、で手元でプラモデルを組み立てるように家を作ると実はそっちで家が建つみたいな、なるほど、はい、そんなこともできるんじゃないかなと思ってまして、それは面白いですね。その家も作る、我々のロボットも作れるかもしれない、ロボットでロボットを作るそんな可能性も秘めてますね、はい、動き自体もそうですけど結果が大きく出てくるみたいなのも結構面白い観点かなと思ってまして、うん、技術的な話としては面白いんですけど、ものすごい小さい折り鶴を折る人とかいるじゃないですか、はいはいはい、これを作るとマイクロメートルとかの折り鶴が折れるんじゃないかみたいな話をされたりとかもします。なるほど、技術的にはすごい面白そうです。産業的にはまあでも、ね、まあ、でもなんかあるかもしれないですよ、はい、非常に小さなものを削るとか作るとか組み立てるっていうニーズもありますし、我々まさに半導体製造装置の業界ですと1ナノ何十ナノミクロンという世界で露光したりで、組み立ての方だと今だと1ミクロン 0. 点何ミクロンで物と物をくっつけるみたいな技術が求められてますので、そういう中でこの力倍増位置倍増の技術っていうのは使えるかもしれないですね。夢みたいな話ですけど、そのモーターとかアクチュエーターがこのまま進歩していけば分子とか原子を直接掴むみたいな装置ができて、その感触が増幅されて人間が分かるぐらいになるとか、そういったこともできるかもしれない。だいぶ人類を超越したような話で面白いです。人間を超越するみたいなところで言うと、我々の半導体制度装置でもまさにその分野が得意でして、人が追いつけないような精度スピードで物を作ったり
最近ですと検査っていうのがキーワードになってきてまして、その半導体の後工程の組み立ての中で検査を入れていくと。検査の判断についてもいろんな技術があるんですけど、コンベンショナルな画像処理だけではなく、その先ほど言われた機械学習のようないろんな事態に対応できるような技術っていうのも我々は開発してますけど、先ほど溝口さん言われたように未知のものへの遭遇っていうのはなかなかまだリーチできていないので、まあ、将来そういった技術ができる時代が来たら我々も着手したいなと思いましたね。中村さん、本日はありがとうございました。中村さんのご経験から大企業ではどういったことを考えていらっしゃるのかといろいろお伺いすることができてとても勉強になりました。モーションリブではこれからも技術開発に力を入れて進めてまいりますので、ぜひ今後とも継続して、ご連絡取れればと思っております。本日はありがとうございました。溝口さん、本日はありがとうございました。リアルハプティクスという非常に感動するような技術に本日は触れることができました。我々も新たな価値創造、それから感動創造というものが我々のビジョンでありますので、今後もいろいろな技術で協業をしていきたいなというふうに考えてますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。